イヴァンマ・マゼーパは、ウクライナの政治家、軍人、コサック国家の平地マン、神聖ローマ帝国の公爵、キエフ地方のウクライナ系、シュラフタ出身。ウクライナコサックの統領になって以後、コサック国家の復興を目指して、領土拡大に成功し、ウクライナの文化、とりわけ政教会の発展に大きく貢献した。しかし、大北方戦争で、 ロシアツァーリ国のピョートル一世から、スウェーデンバルト帝国のカール十二世に寝返り、ピョートル一世に背いた罪で、ロシア政府によって、職位剥奪され、ロシア正教会によって破門され、コサックの敗北のうちに病死した。独立したコサック国家を成立させる努力がために、ボフダンフメリニツキーに次ぐウクライナ第二の英雄と、考えられている。ポーランドリトアニア共和国ポーランドを完了。 ビーラツェルクバ近郊のマゼープインツ村に、ウクライナ貴族のウクライナコサックの子として生まれた。父のスティパーンイコールアダーム・マゼーパは、ポーランド王国に仕えながらも、フメリニツキーの乱に加わった。マゼーパは、父の影響下の下で、ポーランド王や二世の故障となった。1659年から1663年には、外交官にもなっている。1665年まで西王で、 軍事教育も受けている。1663年、マゼーパはポーランドの宮廷を離れ、故郷ウクライナへと帰郷した。彼がウクライナへ戻ったことについて、ジョージ・バイロンが死にしているが、マゼーパの同世代人による創作である。彼については、後にボルテールやダニエル・デフォーの詩や著書になるなど、伝説と伝承に彩られたコサックの英雄となっていった。 マゼーパは1687年に平地ンとなったが、モスクワ大公国とは必ずしも悪い関係ではなかった。大北方戦争への参戦は、一説によると、モスクワにおいて酒に酔ったチャーリー・ピョートル一世に侮辱されたことがあり、ウクライナへの帰礎において反乱を決意したと伝えられている。自らの野望のために大ロシアの地へ、スウェーデン王カール12世を引きずり込んだとも、 言われている。1704年、マゼーパはカール12世のポーランド侵攻に乗じて、ドニエプルガーウガンを占領した。1706年に、スウェーデン軍が、ポーランドリトアニア共和国の大半を占領すると、マゼーパは、スウェーデン軍と格索して、ロシア遠征を起とした。ポルタバの戦いに敗れたロー、マゼーパと、カール12世マゼーパは3万のコサック兵と補給を、持って、 スウェーデン軍と合流する予定であった。しかし、ピョートル一世は、マゼーパの反乱を察知し、ロシア軍を差し向けた。1708年に、コサック兵は、ロシア軍の吸収によって壊滅し、ヘイチマン国家の本拠地バトゥールインも陥落した。マゼーパは辛く物逃れ、カール12世の本軍と合流した。1709年、マゼーパのいる、スウェーデン軍は、ポルタバで、 ロシア軍と戦った。しかし、ロシアの焦土作戦によって疲弊したスウェーデン軍は、ロシア軍の前に壊滅に返した。マゼーパワカール12世と共に、モルダビアのベンデルに逃亡、病を患い、志半ばで病没した。マゼーパの悲劇は、早くから伝説化された。ボルテールや、ダニエル・デフォーなどが伝え、ジョージ・バイロンや、ビクトル・ユゴーが死にしている。また、 ハンガリーのピアニスト、フランツリストによって公共紙、マゼッパが書き上げられた。ありがとうございます。